どうもいいいらっしゃまませ柳海修でございます程よくお客様がねこうばらけててこちらから見てて大変に、えー、よろしく見えますねあのこれ以上多くてもまたこれ以上少なくてもいれませんこのぐらいがちょうどいいなぜかと言いますと寝るのにちょうどいいですね、えー、ですから遠慮なく寝ていただきたいと思いますまあ誰が来て何しゃべってるかわかんないといけませんからね私はあのテレビラジオ雑誌そういうとこには出ておりません あすいませんん出れないんです、ね、情けないです、ね、ですすねから簡単な自己紹介を申し上げます私あの2000年にね落語家になったんですよ入門しましたその時にすでに四十を越しておりました普通はまあ高校を卒業して入るまあ大学の落ち県から入る、まあ、23年社会を経験して入っても、まあ、267がね大体そんなもんですよ二十歳前後それがね その時にすでにね42歳ですからね賛否両論ですよねお前ちょっとふざけてんじゃねえのかっていう人もいればよっよくやった頑張れよっていう人もおりましたまあだけどねえ私の人生ですから大きなお世話です <laughs> ただね残念なのが一つだけねあの時間がないんですねまあ仮に二十歳からやって30年芸歴30年50歳ぐらいになるとね ああ「お前の芸はだんだん良くなってきたな」なんてねそんなふうに言われる芸でございますからえ芸歴40年60歳になった時に「お前の芸はだんだん枯れてきたな」なんてねそんな評価される芸ですからね私も20年以上やってますけれども60過ぎましたまだ20年ちょっとです芸が枯れません芸が枯れる前にてめえが枯れてっちゃうとですね 情けない話でございます。はい。えー、まあいろねとにかくね売れるのには私ね実はね落語だけじゃないんです。歌手もやってるんです。ねこの CD あの目黒の三馬っていう落語と勝海舟っていう歌が入っています。そしてえっ、ー、とそのカラオケも入っています。1000円です。はい。えー、ただねこの裏話をしちゃいますと最初は必ず1000枚作んなきゃいけないんですよ。 ね、ですから何が大変かというと1,000人の人に売らなきゃいけないわけですからこれは大変でしただけどもね、まあ、当時、えー「おめでとうよくやった頑張れよ」ってんでご祝儀ご祝儀でみんな買っていただいてえー、と確か残りあとわずか800枚ぐらいしか残ってないような気がしますけどもね、まあ、情けない話気ですけどもねまあ世の中どこでどんな災難に遭うか分かりません。世のの中本当にいろんなこことあります私この間ね 山手線乗ってたんですよ上野から池袋行くんでまあドアのところにこうやって立っておりましたねそして2つ3つ行った日暮里という駅ですね、えー、ドアが開いたらホームにいたおじいちゃんが「この電車は秋葉原行きますか?」ってまあ山手線ですからね乗ってりゃいつかは行くんですよぐるぐる回ってますからところがこっち乗っちゃうと山手線って30駅があるねでこっち乗っちゃうとあと256乗らなきゃいけない。 駅反対側に乗ればあと4つか5つでそのぐらいのことはピンと来ましたんでね「おじいちゃんこのね電車乗っちゃうと遠回りだから反対側の電車乗ってね」親切でしょねでドアが閉まった瞬間反対側に入ってきた電車が京浜東北線の大宮駅だった。<laughs> 言われてみればそうなんですよ。ねは 山手線山手線京浜東北山手線京浜東北じゃないんです、ね、山手線つまり乗り換えがその方がいいからまあそこまで気が付きませんでしたねだ今頃青森ぐらいまで行っちゃってんじゃないかななんて思いますけどもね、まあ、だけどねおじいちゃんだってそれは分かりますよだって埼玉県走ってんですからで浦和あたり来た時にね隣のねお兄さんに聞いたんですねすいません 私秋葉原行きたいんですけどこの電車行きますかっつったらやっぱりそのサラリーマンのお兄さん親切ですよ「あらおじいちゃんねこれ全然もう今埼玉県走ってるからこれ東京戻んなきゃダメなんですよだけどおじいちゃん安心してこの次大宮がねこれ終点だから乗ってればすぐ東京に折り返し行くからね乗ってればいいんだよ」って親切に教えてあげましたねえありがたいじゃありませんかそしたらその電車車両点検のために車庫入っちゃったんですね。 驚いたのが職工さんですよおじいちゃん泣きながら「すいませんホームに戻してください」って言ったもんですからまだ、あ、地方省だと思ったんでしょうか老人ホーム連れてっっちゃった <laughs> 驚いたのが老人ホームの職員さんおじいちゃんもう泣きべそかいじゃって「そうじゃないんです空き場に連れてってください空き場に行きたいんです」っつったら職員さんがおじいちゃんのことを焼き場に連れてっちゃったってですね <laughs> まあどこでどんな災難に遭うかわかんないなって思いますけれどもおうすまねないんきゃ悪けだよああ利縁上2本書いてくれ2本だよ利縁上2本書いてくれってんだよ呆れた男だねお前という男は、えー、人のうちに来るなりいきなりなんだ利縁上2本書けだそんなものどうすんだかかわにあるのそらまあそうだなあんなものは大概神さんに出すもんだ、うん、もう一本 ババアよバばバばってえと知らねえかいうちにいるじゃねえかよあのちょうちんばばんだそのちょうちんばばっての知らねえのかえ横にしわが寄ってっからちょうちんばばって縦にしわが寄ってたらからかさばばってまんべんなくしわが寄ってたらちりめんばば <laughs> この野郎自分のお母さん捕まえて「ばばあばばって口汚く言いやがってよせよおい何だよその自分のお母さんってのなんだよ お前のお母さんじゃないのか。ああ、そうか、そうか、あ,あ、お嫁さんのお母さんか。よ、わからないんだよ。怒るのと、お前の家にいるんだろう。そうなんだよ。家にいるんだよ。ずいぶん長く借りるんだよな。なんでも、俺が生まれる目からずっといるんだよ。なんかね、よく、この間、歓迎ってたらね。ほら、5年前に、親父が亡くなったでしょどうも、その連れ合いらしいんだな。ということは、お前のお母さんじゃないか。 ああ、うん、そういうい検討になりますか「この野郎火事の方角見てんじゃねえんだぞなんだその検討ってなまあ、とにかくな何があったんだ訳を話してごらんよいやそうなんない実はね今朝ね俺のダチ坑で魚屋が来たんだ魚屋がねでいい味があるから買ってくれって言うからさまあ、確かにうまそうだったからね13匹ばかり買ったんだよ。ね お母今魚買ったからな俺これから湯行って帰ってきたこれで一杯やるから頼むよってことづけて出てったんだよ。で湯から帰ってくるとねその魚がねえんだよ。うんあどっかしまったんだなと思ったから「おうかどうしたさっき買った俺の魚」っつったら「いや私は知らないよ」なんてこと言うあこれババアだなと思ったから「おうババア俺の魚どうしたんだつっ,ったら「私は知らないよ」なんてね節つけてやん。 イマイマしいしじゃねえか、ええ、カカアが知らねえババアが知らねえええ、魚に足を生えてどっか行っちまうわけねえんだよ。なんでひょいっと裏の屋根の上を見たらよ、ええ、こんな泥棒猫がね魚パクついて大あぐらかいて魚パクついてやんの。猫が 大あぐらかく,のかかくんだよ近頃の猫はねいまいましいじゃねえかだから言ってやったんだおお何やってんだお前ら裏の泥棒猫はみんなこうやって持ってきちゃったじゃねえかなあ、えー、2匹の人間がいて1人の猫の世話が民倒がめられるのかいってそう言っちゃったんだよんなんだそのお前あべこべじゃないのかそうそうあべこべなんだよでねいまいましいからさあしねその隣のうちに怒鳴り込んでってねおうおうおおおおおおめでとうろじゃな。 晩飯おかず買うことができねえから猫に稼がせてんだろうそんなことされたんじゃな長屋36軒枕高くして飯食うことはできねえんだい」ってそう言っちゃったんだ。枕高くして寝ることはできないって話は聞いたことあるけどななんだその飯が食えないってのは。だってそうじゃねえかおちょおちょ飯も食ってらんねえじゃねえかね。 そし、うん、たらねカカアが出てきやがってね「何を言ってんだいお前さそんなこと言ってもらっちゃ困るようちはね大人さんにはお世話になってんだからどう世話になってんだ?」って聞いたら「金を借りてまだ返してねえんだとよ、ね、だからそんなものはないつまでも返さなきゃそのうち忘れちまうんだって言ったら「そんなず然ずい人があるかい」って言うからさ「こんなにやってんだいんだかか」ってカカの横ずっとパーンと「おいお前 かさん殴ったのかああもうわあわあ泣き出しやがってねそしたらねばばあが出てきてね「なあお前うちのこの子を殴るんだったら私をぶち」ってんだよ今度は向こうの注文だ私をぶってってんだからね殴らなきゃ角が立つでしょだからばあの横突っぽ「おいお前おっかさんに手あげたないややめた殴らねえそうかまあえいくらなんでもな 「自分の親は殴れめえ殴れねえ改めて蹴飛ばしたいこの野郎なお悪いじゃないかまあお前という男は本当になお前のお父っつぁんっていうのはなお前に仕事は教えた仕事は教えたがこの人の道というものを教えなかったなだからお前みてえな乱暴なものができちまんだまあ私の手には負えないからないいか 長谷川町は新道になベニラボナなまるという神学防災学の先生がいらっしゃるそこ行ってなその先生の話を聞いてこいその先生の話を聞いて一つでもお二つでもいい心持ちになったらあそしたらまたお前もいい変わるだろうからないいか手紙を書いてやるからなこれ持って行ってこい何手紙書いてこれ持ってきゃ分かるようにしてくれてんのかい何だいあの長谷川町はうん ああ新「いやべらぼうになまけるじゃないべりラぼうなまるだな、えー、向こう行ってよくよく分かんなかったらな分かんなくなっちまったらベニヤの隠居といえば分かるからすぐ行って聞いてこい分かったよその先生の話聞からいい心持ちになるんだな分かった分かったでこの手紙を持ってきゃいいんだな分かったよどうしたんだよでほら離縁状書いてくれ離縁状」。 この先生の話を聞いてたな。まだ書いてくれってんだったら、日本でも3本でも書いてやるから早く行ってこい。終わった。じゃあ取るな。おあれやったえーえー。長谷川町の新道ってのはこの辺りか。うんうん。おあそこにタバコ屋があるじゃね。えか。ちょっとあそこで聞いてみるか。おうすまねえ。平気でしゃい。何にしやしょう。何にしやしょう。って、この野郎店の前に立ゃ客だと思ってやんな。俺はなタバコなんざは買わね。えんだい。い 「何か御用でございますかちょいとおめえにな道を聞きてんだがな」。はあはあはあは買わない道は聞く。はあはあはあこの野郎がっかりしてやんなおうこの辺にようべらぼうに怠まける先生ってない犬がはあべらぼうに怠まける。ちょちょっとお待ちくださいおいおいおいえこの人がね、うん、ちょっと道を訪ねてるんだようん いやタバコは買わないよいやなんでだって買わないもの仕方ないだろううん。どっか遠いとこ教えましょうか <laughs> おいおいお前も意地が悪いああベニヤの陰居のことはいはいああなんだお前さんベニヤの陰居のことですねはいはいもうすぐですよその路地右に曲がってください角から三軒目でございますすぐにわかりますからうねろそこまでしてんだったら早く教えろいありがとうよ なんだあの人はおっおこの家だなえじゃあ入ってみるかまっ,っま,っっまっぴらごめんなすってまっぴらごめんなすってまっぴらごめんなどなたかな表でピラピラ申しておるのはとが空いておりますどどうぞ遠慮なくお入りくださいなおるよっとおいおめえんかいあのベラボーに怠ける先生ってないやいや 私は怠けてるつもりはございませんがあ何か御用でございますかおお、すまねえなちょっとよ手紙をしたんだ手紙ちょっと読んでくれかああ、お手紙あはいはい拝見をいたしましょう、えー、ご返事を書くものであればすぐにお書きしますんでな、えー、しばらくそこに書けてお待ちくださいな、えー、どなたからかなああ、岩田の隠居様ですなお懐かしでございますなはいはいはい、えー、しばらくお待ちくださいねはい この野郎気に入らねえなさっきから人の顔と手紙見てニヤニヤしやがっていやいやいやこれはこれは大変失礼をいたしましたいや実はねお取り次の方かと思いましてねあなたがご本人の八五郎さんでらっしゃいますかはいはい私がお尋ねの「紅ラボおなまる少々進学防災学」などをかじっておりましてな。えー え、残らず手紙は見ましたが、一つだけわからないところがございます。ここにあの親を蹴飛ばすと書いてございますが。が、えー、これは何かのお,お間違いでございましょう。な。まず、もうちょいじゃねえよ。今も蹴飛ばして出てきたのから？あさようでございますか？いや、私ね長年生きておりますが、自分の親を蹴飛ばす。なんというのは初めて聞いた話でござい。まおっと本当だ。俺ら考えたんだよ。 余計なことを考えてもらっちゃ困りますな、まあ、とにかくよお前の話を聞くってえとなためになるらしいんだなんかよいい心持ちになるんだってな何聞かせてくれるんだえハウタか小うたかでですかででつ,ででつ <laughs> いや私の話はですね進学防災学などというものは決して聞いてて楽しい面白いという類の話ではございません。まあ、これかから話話す私の話を耳で聞かずに 腹で聞いていい。てたただきたい「そんな器用なことはできねえよへその穴でどうやって引くんだい?」。いやへその穴で引くんではありません。耳は取り継ぎの下女下男心して聞いていただきたいということですな。まあ,あお手紙のご様子によりますとあなたは短気だそうで「タヌキだこの野郎けんか売ってんのか!」。いやいやタヌキじゃございません。短期気が短い 喧嘩は「お好きかな」お好きかなってなよおいおい人を疑う言葉だな俺ら喧嘩とくりはな三度の飯より好きなんだなあけん売られたらな安いの竹の言ってねえでみんな買っちまうんだほ、うんとくょやるかいやいや私はやりませんよ喧嘩などしても誰も得はいたしません必ずどちらかが損をする何を言ってやんだええけってのはな損得でするもんじゃねえんだよこっちとらけ喧嘩とならえ命だっていられんだい。 分かりましたまあ誰しもがねそうやって虫の居所が悪いところがございますがぐっと我慢をするということが必要ですな。うんえー「柳のように南から風が吹けば北へなびき北から風が吹けば南へなびく風の吹くまま吹かぬまま」。 人間もこの柳のように柔らかく生きていきたいもんでございますな冗談言うな、ね、人間がな風が吹くたんびにあっちふらふらこっちふらふらしていってみろい堀り歩いてる人間なんざお前掘りの中落っこっちまうじゃねえか大地はな近頃遊んだな生やさしい風じゃねえんだよえ突風つむじかでたきも竜巻っつってなメリケン国の特許かと思ったけどよ近頃には年に何回も被害が出てんだよ日本で。 えー、そんな名前や話が聞けるかい「はいはいはいいやいやよくご存知でございますなはいその通りでございますですからねそんな時にはこの備えあれば憂いなし防災グッズを常に家に置いときえ避難する時にそれを持って逃げればもうん、うん 23日の食料も困らないだろうし、また近頃ではスマホの充電器なんかも必要かもしれません。なあ、よくご存知でございます。うん、えー、お前さんは犯人をご存知かな。いやいや、俺のダチに神主はいねえな。いや神主じゃございません。犯人つまり、この何があってもぐっと我慢をする。これ犯人と申します。 人のなる人は誰もする「するするが堪忍なるが堪忍堪忍の袋を常に胸にかけ破れたらぬえ破れたらぬえ南無み弥陀仏」。まあ絶対しちゃいけませんなどうもお分かりがないご様子のですので分かりやすくお話をいたしましょう。まあ仮にですなあなたが街中をお歩きになる。すると 門店か何かで小僧さんが一生懸命こう。水をまいている。その水がだ。あなたの着物の裾にかかる。さすればあなたはどうなさる？どうなさるって。そんなガキやめん張り倒すよ。張り倒すと言っても、まだ年半も寝かない。こんな小さな子供ですぞ。小さかろうと大きかろうとかけ年代。しかし、あなた曹操ですぞ。

さすれば今度はあなたがな、まあ風の強い日裏路地か何かを歩いているすると突然屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たるしからばあなたはいたかろうこの野郎なめてんじゃねえぞえ瓦が頭にぶつくってくすぐってわけねえだろいてえよさすればあなたはどうなさん？ん今度はその瓦ととっ組み合いの喧嘩でもなさるか冗談言うなよ わと取組合の喧嘩なんかかできねねええじゃねえかどうする「いやだからよその瓦をなこう持ってってたそのうちねじ込んでっておうおうおおお前んところゃな職人の手間は省いてえ耐震構造にしてねえからこういうことになるんだってんで、うん、公約代ふぐんだぐるよ」。「公約代ときましたかこれはこれはまたあなたのおっしゃるようなことですな当たり前だいこっちだ江戸っ子だ職人だい威勢がいいんだよ。 江戸っ子で職人で威勢がよろしいかそれでは今度はあなたがただただ広い尻四方もあろうかという広い腹中に差し掛かりますすると突然の雨だまあ俗に言う夏の雨は馬の背を分ける夕立などと申しましてなあ,あ全身ずぶ濡れだしかも近頃の雨ってなのはなゲリラ豪雨といってまあ道はとっ もうたちまちのうちに川とかし川は増水する、ええ、大変な騒ぎですよ。うん、お前さんは先ほど小僧さんがまいたわずかばかりの水が裾にかかってもあなたは腹をお立てになった今度はあなた全身ずぶ濡れだどうするどうするったっておめしょうがねえよ諦めるよ諦める諦められるか られるかったってよ他にられようがねえじゃねえかほう他に諦められようがない諦められるかしからは先ほど小僧さんが撒いたわずかばかりの水を裾にかかっても諦めるわけにはいかんかなうん。屋根から瓦が落ちてきたんじゃない、えー、人に殴られたんじゃない耐震構造をしてないからそういうことになったんだと 諦める前に備えをしといたらどうなんだ。そう思わんか。まあ確かにそうだよ。それらめん不審不審した時にのきちるからそういうことなんだよ。今は家だってな耐震構造したり、家具が転倒防止な倒れないように転倒防止したり、いろんなことはできるんだよ。そうようでございます。それだけ知っていればよろしいございますな。 まあこれは仏教の世界では因縁運命などと申しますが我々の世界ではこれを天に勝る災い天災と申して何事も諦める前に備えをしておけばいいんじゃないかというお話でございます。なるほどな聞いてみりゃその通りだよな。いや確かにようちの長屋36軒あるけどなそんな耐震庫 構造だのえ、うん、なん家具転倒防止だのなのねやってられたら一人もいないよその日飲んだやつ金でみんな持って酒飲んじまうんだからなせっかくあんたから教わったんだからなで俺これからよ長屋系ってのはみんなに知らせてやろうじゃねえか。 ははい、はいい、えー、結構なな心がけでございますなあじゃあこれから俺帰るからいい長いお時間、えー、お付き合い頂い,いてお茶も出さずに失礼をいたしました。い,いって方や今までの俺だったらな、えー、何やってんだこんにちは、えー、茶もいっぺんも出せって決まくってるとこだけどもな今日はよ何天性っての覚えたからな、うん、これはお前はが出すんじゃな出さんじゃなくて天が出さねえと思いやそれでいいんだな。 <laughs> 結構でござ「いまますなあれどうしましたいや何だか知らないけど下駄がなくなっちゃったんだよ」あ「あ戸が開いてましたな犬か何かくわえて持ってったんでしょうどうぞ私のを履いてお帰りなさい」「いや結構だよな犬が持ってったとあ諦めないいんだろうな天がくわえて持ってったと思えんだな」「じゃあやばよ!」「何ですかあの人は <laughs> うおうおっか今下駄い」。 今帰ったじゃないよお前さんどこ行ってたんだおっかさん蹴飛ばしてプイとどっか行っちまって本当にどこフラフラしてたんだいこの野郎俺は犬じゃねえぞおうどうでもいいけどよちょっとこの長屋の様子がおかしいけどどうしたんだい 隣の熊さんだよもうほらおみっちゃんとの別れ話がまだ片付いてないのに新しい女引っ張り込んじゃったろうそんでまあおみっちゃんも生きるの死ぬのって刃物三昧でさ大変な騒ぎだったんだよ今ね長屋の連中がみんなで収めてくれたのだけどねみんな言ってたよお前さんがいなくてよかったって。何を熊んところで一悶もんちゃがあったしょうがねえな。 うん、じゃあ俺こらちょっとクマんとこ行ってくら何し行くの?」。だからおめえ転生とかめ備えがあれば憂いなしを俺らちょっと教えてくんだおよしよ今収まったばっかりなんだからお前さんが行ったらまた持ち上がっちゃうだろ何を言ってんだよおうクマ <laughs> 悪い奴は来ったの本当におうおうじゃねえおめえとこなんだって一と着あったんだってそうなんだよ。 俺もちょいとな虫の居所が悪いとかあってなたけしょうがねえないいか人間はな我慢をするということが大切なんだいおめえにそんなこと言われたかねえよお前そっくり言い返してやるよそこじゃ話ができませんこれお上がりいや俺はここに座ってんのおめえそこに立ってんだからよおめえが上がるんだよあ,あそうかじゃな えー、お手紙のご様子によりますと「おいおいおい手紙なんかどこにもねえじゃねえかあなたは本当はタヌキだそうでよせよ俺熊だよお前知ってんだろ長年付き合ってんだから黙って聞いとろい人間はな風の吹くまま吹かぬまま北から風が吹けば北へなびき南から風が吹けば南へなびく」。 「人間もうなぎのように生きていきたい」「よせよおい俺うなぎなんかになりたかねえよ人間でいいんだよ黙って聞いとるいおめえ堪忍知ってるかいや堪主なんかは友達にいねえな堪忍のなる堪忍は誰もするなるが堪忍するが堪忍、えー、中で天神寝てござるああこりゃこりゃこの野郎踊ってやるのお前何が言いてんだよだからな おめええところもよ備えが必要だってこと言いてんだよなんだよその備えってのはまだ分かんねえのかじゃあ分かりやすく話をしてやるよいいかまあおめえが町中を歩いているとだなすると屋根から小僧が落っこちる危ねえ小僧だな危なかねえんだよそのうちにやがて白い腹中に出るでしょう俗に言う夏の雨は馬がふらおい 馬なんか来てきたら危ねえじゃねえか危ねえから備えをしえろってだからさっきからその備えってのは何なんだよだからな天災に備えて防災グッズを持って避難所へ逃げればけがもしない命も落とさずに済むだろってそういう話だこれ我々の話でな天のなせる技天才っつうんだよ天才だ何を言ってんだい俺はな戦災片付いたら次の神さんを 帰宅しといたんだよ。<laughs> どうもありがとうございます。